みんな幸せですか？あっちゃんは今幸せです。はい、ということで今日もちょっと幸せについて、お話をしたいと思います。幸せってどうやって掴むもんなんかなってちょっと考えてみてんけども、幸せになりたいって思う気持ちってみんな持ってると思うね。不幸になりたいなんて申し訳ないと思うんだけど、その中で幸せになるためにどうしたらいいのか。で、幸せっていうのは心の充実感やと思うんだけどもね。心に充実、心が充実する幸せを得るためには何か、一生懸命自分が幸せになりたい。何しよう、自分が幸せになりたいから、ちょっと高価な指輪が欲しいな、いや、可愛いピアスが欲しいな、宝石が欲しいな、可愛いお洋服が欲しいな、なんとかが欲しいな、なんとかが欲しいな、自分が、自分が、自分がって自分の幸せばっかり考えてるとね、満たされへんねんね、意外と。これね、あっちゃん、シングルが長かったん。ね。で、自分がこんなことしたい。自分がこんなことしたい。車屋さんしてたからね、いい車に乗りたい。ポルシェに乗りたい、フェラーリ乗りたい、ランボルギーニ乗りたいっていうね、BMW 乗りたいっていう夢があって、一個一個叶えてきました。ポルシェ乗った、BMW 乗った、メルセデス乗った、ランボルギーニ乗った、フェラーリお客さんに借りて乗った。まあ、そんな感じでね、欲しいものを手に入れるようにしてきた。自分がっていうところで。満たされへんねんね。で、言ってみたら免許取り立てて、ポルシェも、今この中で、まだね、20代の頃にね、ポルシェが欲しい、ポルシェが欲しい、ポルシェが欲しい、買った！満たされるやん、普通。買って乗った時点で、なんか違う。いや、もう一つ上が欲しいってなんねんね。でも、なんか結局満たされへん。ねんね。でもね、ミキちゃんと出会って、ミキちゃんと結婚して、その時に、ミキちゃんないがしろにして、仕事に打ち込んでた時期もあって、ないがしろってこともないけど、家族犠牲にして仕事で、朝まあね、ここ朝ごはん食べて家出たら、した仕事場やねんけども、仕事やって、で、出張で、木曜日移動の金、土、日で、月曜日の朝帰ってくるって、3日4日空ける仕事やったりとかやった。で、その中で家族を、もうその仕事するために水曜日じゃなく、月曜日とかその前の週から準備あるんで、残業で帰ってきて、晩ご飯食べて、寝て、次の日も行ってもって感じで、そんな仕事を続けてきても、何かって、それね、自分が何かこう潤ってやろうって思ってたらね、続かへん。ねんね。これ何があるか言ったら、ミキちゃんを幸せにしたい。ミキちゃんを守りたい。間違った守り方ってあっちゃん思ってんけども、そうやって、仕事一生懸命したら、将来、言ったらあっちゃんが引退する頃、あっちゃんは、50歳になったら引退しようと思ってて。ちょっと早期引退して。で、50歳から、ちょっと 楽なことをしようと思ってて、昔から。で、ミキちゃんと出会って、結婚して子供ができてっていうのが遅かったから、60ぐらいかな。せやんな。要は子供が、成人した頃、2人ともね、引退して、ミキちゃんと2人で、楽しい暮らし、これ前の話でもお話したけどもね、世界一周クルージングショーとかね、そういう夢があったんね。だからそういうためにも、今頑張ろうって思って、ミキちゃん病気になって亡くしたとこで気づいてんけども、だからそういうもうちょっと間違えた幸せやったんかもからん。でもなんでそういう仕事に打ち込めたんかって言ったら、ミキちゃんを幸せにするっていう夢があったからやと思うね。だから結局何が言いたいかっていうと、自分が幸せになるための夢っていうのは、なんか、虚しいねんね。で、なんかこう、幸せ
に慣れてんのに慣れた感じがせえへん。でも人を幸せにしたいっていう気持ちが続く限り、自分はすごい幸せになれね。だからミキちゃんと出会ってミキちゃんを幸せにしようと思って、いろんな苦しいことあった。金銭的にも苦しかった。家のお金を会社につぎ込んだりもした。それでも幸せやったの、充実感があったの。それは何かあったらミキちゃんを幸せにするっていうのがあった。だからミキちゃんがいなくなって幸せが見出せんようになった。じゃあ働く気にもならへん、手につくものもない、何もできないっていうのがあんねんね、うん、でそれもご飯もそうやね。結局自分一人のご飯ってなってきたら、なんかもうまあ生きていく上食べなしゃないから、なんかもうお腹さえいっぱいになったらいいわって、美味しいもん食べんでも別にその辺にあるもんでいいやって、残りもん適当に食べたらいいやってなんねんね。だからあっちゃんの今のお昼ご飯でもせんけど、カップ麺でいいやつやかんけど、カップ麺食べたりとか、残ってたご飯ちょちょっとして食べたらいいやって、同じ食べたまま美味しいの食べようかなっ てリメイクしたりするけどね。やねんけど、これ子供がいてるでしょ。今ミキちゃんが産んでくれた子供がいてるでしょ。じゃあ子供に美味しいものを食べさせたいっていうのがあるから、なんかこう頑張って作ろうって気になんねん。それが空回りして失敗することもあんねんけど、でやっぱり週に1回2週に1回外食するっていうのは、子供にちょっと贅沢なものも食べさせてあげたいっていうのもあって設定する。これ一人やったら外食もせえへんし、もう何でもええやって、もうその辺にあるもん食べとくか、いやカップ麺で今月お金あるしもうコンビニ弁当でいいかって、そうなってしもたりすんねんね。でもそうじゃなく、やっぱ子供のことと思うからそうできる。でやっぱり他人っていうか、自分以外の人のため、誰かのためってなると、なんていうかな、がぜんやる気が出るっていうかな、その幸せっていうのはすごいの充実感ですね。だから目標が、自分が幸せになるため の目標を立てると、そこ達した時あんまり充実感ないのよ。だからそれをね、夢っていうのは、この前も前回の話でも言ったけども、目的があってスタートから、だから目的からスタートから目的までに行く過程の間が、これが夢見れるから幸せになれるよってお話ししたけども、これを何回も足してんねん、何回も足していくごとに、なんか虚しさしか残っていかへん、充実感が残ってきゃへん、それが溜まってくるとね。でも人を幸せにするっていう目的を持ってたらね、すっごい充実感があんねん。だからそこやね。で、なんでかって言ったら、人を幸せにするっていうのは、人が幸せになる、私今幸せになりました、ありがとうございました、ゴールですって言ってくれへんわけよ。永遠にその人を幸せ、誰かを幸せにしようしようってするから、ずっと頭の中でその幸せにしたいっていうエネルギーが体中充満してくんねんね、うん、これもここ最近気づいたよね。だからやっぱり、だからなんていうのかな、ミキちゃんなくしてでいろんなことがあって、もういろんなもん攻撃もされて、苦しい苦しい状態、ここ達するためにはどうしたらいいのかなって無意識にやったんが、みんなを幸せにするっていう話をして、自分の心を幸せにしたかったんやろね。そうやってやり始めたんが YouTube の最初の頃のみんなを幸せにしたいうお話やって、でやっぱりそんな、そうやることによってね、やっぱり目の前っていうのは障害が現れて当たり前やね。その障害が何かって言ったら、反発意見とかいろんな攻撃、いろんな攻撃した人があの手この手でこっちを攻撃しようと思っていろんなことした、それに乗っかってきていろんな人がついてきたってなった時に、いやもうと思っていいってなって腹立つと思って攻撃したけども、それを今年、去年の末から今年にかけて頭の中変わってしまったになっちゃうね。違うと、これはもう幸せを、みんなに幸せを振りまくことによっていつか幸せになれるだろうっていうのでやってきて、今年に入って1月からちょっとそんな感じに変わってきたら、めちゃくちゃ充実してんねんね。ものすごい幸せ感があんねん。だからこれを続けていったらいいんやなっていうことで、なっちゃんほんで気づいたからこれを話しさせてもらってんだけど、自分を幸せにするための夢っていうのは儚い。でも自分以外の誰かを幸せにするぞっていう夢は永遠と続くし、永遠とね、なんていうかな、モチベーションが続くね。だからみんなを幸せにするために、あちゃんこれからもいろんなこんなお話もしていきたいと思ってます、うん、だから今回は、自分が幸せになるためには人を幸せにさせるっていうのがいいんだよっていうお話してみました、まあ、こんな感じでね、
まあ、みんなに受け入れられへんかもわからへん。でもあっちゃんは正しいと思うから、その道を突き進んで、みんなを幸せにしていきたいなと思います。であっちゃんにちょっとでも幸せ感じたなと思ってくれた人は、幸せになれたよなってコメントいただければ嬉しい。やっぱそういうの見るとこっちもモチベーションがあってやる気になってくるしね、うん、そうなんで、みんなでみんなあっちゃんに関わる人、全ての人がね幸せになってほしいっていうのは、これ昔からあっちゃんは神社とか行くとお祈りしてる。これもう何年も何年も前からやってることやねんけども、未だにそれは続けてますっていうことでね、みんなが幸せになってほしい、それを願ってるあっちゃんでした。ということで、今日のあっちゃんのお話、よかったよと思ってくれたら高評価を。で、またこんなあっちゃんにね、幸せ、あっちゃんは幸せをね、みんなになってほしいと願ってるんだけども、それを受け止めて、私も幸せになりたいわと思ってくれる人は、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。では、またね、バイバイ。